森町立駒ヶ岳小学校は、北海道茅部郡森町にある公立小学校。略称は、苦笑。粘り強く考える子、豊かな心を持つ子たくましく、鍛える子、豊かな心を持って生き生きと学ぶ子、自立共生創造児童数、18名村民募金、204円小学校3年卒業は、定期試験の結果駒ヶ岳、小学校は海川文校の解説。 森町立森中学校駒ヶ岳文校を開設。学校内に初めて伝統がつく。交渉を制定する。新校歌が制定される。小中学校の校門が設置される。森町学校管理規則が制定。駒ヶ岳中学校全国学校植林コンクール中学部で第1位。超連合 PTA 第1回研究大会。駒ヶ岳母の解決正式。 北海道学校植林国土演化推進委員により受賞。本校 PTA は功労者賞。学校は有料校受賞。中学校技術教室完成。開校90周年記念式を行う。小学校校門が設置される。餅つき大会。分団対抗校内100人一種大会。プールの完成。10月記念式典を挙行。 駒ヶ岳小中学校同窓会が誕生。開校100年の非婚流。記念植樹。グランド農家に記念の大花壇を作る。森町福祉部教育実践交流会で、環境教育実践を発表。森町花壇コンクール最優秀賞を受賞。板垣陶芸教室の実施。桜の園への訪問。森町花壇コンクール最優秀賞を受賞。 駒ヶ岳小学校パークゴルフコースが完成記念大会実施パソコン教室設置森町福祉機構実践交流会会場校。校内マラソン大会第55回全国小中学生作文コンクール優秀賞大島少年読書感想文コンクール学校賞受賞森林教室北海道教育の非懇談会第2章神川橋の完成 渡り染め式を行う森町 PTA レクレーション大会準優勝復化物先行推進指定校となる新しい校門が設置される校庭に遊具が新設道路フェンスの完成学校プールの撤去工事100周年当時の卒業生がタイムカプセルを発掘するありがとうございます